皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。新しい地図として活動する草薙剛さん、稲垣吾郎さん、香取慎吾さん、ここ最近は海外への進出も目立ち始めていますね。草薙さんは主演映画ミッドナイトスワンが現在公開中。この映画はかなりの中毒性があるようで、何度も泣きたくなって追いスワンしちゃう人が急増中です。ツイッター上では2、3回は序の口、これで8回目の追いスワンをしてきました、もう何回目かは言わないといった報告を上げるムサも見かけます。そんなこの映画は海外からも注目が集まっています。公開から約3週間後の10月9日、日本外国特派員協会の記者会見が開催されました。40分にも及ぶ会見は YouTube で生配信され、アーカイブは16万回再生を突破しています。この会見は欧米、アジア、中東などの海外メディアから会見開催を望む熱烈な声が協会に多数寄せられたことから実現したんだそうです。草薙さんは年明けからは NHK 大河ドラマ青天を衝けに徳川慶喜役で出演、もう撮影も始まっているようです。稲垣吾郎さんは11月20日に公開される手塚治虫さん原作バルボラに出演。異常性欲に悩まされる主人公役で人気小説家の三倉陽介を演じています。この作品は1973年の発表以来、独特な世界観から実写映画化は不可能と言われていたのですが、手塚治虫生誕90周年を記念して初の映像化を実現するに至りました。手塚治虫さんの長男手塚誠さんが監督、ウォン・カーウアイ監督作などで知られるクリストファー・ドイルさんは撮影監督を務める日独映の合作作品です。二階堂ふみさんとの共演にも注目です。本作への出演に際して稲垣さんは、都会の吹きだまりに真実は潜んでいる、抗えない輪廻転生の中に自分の人生も丸ごと引きずり込まれていく、そんな思いとともに今も僕の中にバルボラが生きています。手塚誠監督、スタッフの皆さん、そして役を共に生き抜いてくださった二階堂ふみさんをはじめとしたキャストの皆さんにも心から感謝しています、とコメントを寄せていました。第32回東京国際映画祭のコンベンション部門に選出され、国際映画祭から引き合いも多いそうです。続いて香取慎吾さんはというと、シットコム形式のドラマ誰かが見ているが9月18日から Amazon プライムビデオで配信されています。世界240以上の国や地域で同時配信。 YouTube にアップされた同作の本予告編は約500万回視聴という人気です。おなじみの三谷幸喜さんとのタッグで稲垣吾郎さんもゲスト出演するなど話題を呼んでいます。年明けからは民放ドラマ主演が5年ぶりというアノニマスから警視庁指殺人対策室テレビ東京系が決まっています。ジャニーズ事務所を退所し4年目を迎えた新しい地図の活動はグローバルに展開中です。ミッドナイトスワンではエグゼクティブプロデューサーを務めた3人が所属する会社の代表飯島道さんが本業を発揮し始めたという見方もできます。国際化では古巣より一歩リードしているみたいですね。ここからはネットの声をご紹介します。嬉しいことです。今でも4年前にジャニーズを退所した後、苦しい立ち上がりと新しい地図として何でもこなした彼らのガッツと人間的な素晴らしさに惹かれます。屈指の演技力を持つ草薙くん、香取くん、稲垣くん、応援しています。いつまでも。時代遅れのジャニーズ事務所と最先端を行くカレン、力の差がじわじわきましたね。こんな忖度だらけの枠に収まってないで自由に羽ばたいてくれればよい。写真だけでもこの方たちのオーラを感じる。積み上げてきた経験が佇まいに現れていると思う。国際化はもちろん良いと思うけど、その前にもっと地上波に出てほしい。
もともとジャニーズにいた時から飯島さんは国内の市場が頭打ちになることを想定して海外進出とかネット進出とか考えていたので、随分前から時代の先を読めてたのだと思う。そういう社員を切っちゃうジャニーズ事務所は尻つぼになっていくだろうな。別にジャニーズと比較する必要はもはやない。彼らの活動はさらに幅を広げていくだろうし、本物の才能が壁を壊していくのだと思う。別に今さらジャニーズと比べる必要はない。3人が自分たちの満足できる仕事を楽しくできてるならファンとしてはそれが一番嬉しい。そしていろいろと言われたり叩かれたりもするけど、そんな中で環境を整えて3人を支えてる飯島さんは本当に有能な人なんだと思う。稲垣くんは年末には舞台もある。今年はベートーベン生誕250周年記念で、稲垣くんのライフワークでもあるベートーベンを演じる。当初はベートーベン縁のあるウィーンのフォレスト劇場での上演も予定されていたが、コロナ禍で中止になった。退所してから彼らを地上波では見ることが難しくなったが、舞台や映画や配信などで変わらぬ活躍を見せてくれている。国内外からのファンも多い彼ら、地上波テレビでの本格的な復帰も時間の問題ではないだろうか。3人が SNS とか始めたらジャニーズ事務所も急に始めたよね。飯島さんはもっと前からやりたかったけど、事務所は後ろ向きだったんじゃないのかな。スマップ復活は大人の事情もあるんだろうけど、堺正章と井上順のように自由に絡めるようになるといいなと思います。事務所の力関係でなく実力のある人が評価されますように。これだけの実績があるのにジャニーズを退所したら地上波に出れなくなるなんて不自然。3人がちゃんと活躍していることが嬉しい。ジャニーズはジャニーズ、比較しなくていいわ。今振り返る必要ないです。時間が解決すると思う。唯一無二の一時代を築いた偉大なるグループのメンバーであったにもかかわらず、今も新しいカテゴリーで成長し続けているのはすごい。心身ともに人並み以上の努力を重ねている姿勢はまさにプロフェッショナル。ジャニーズと比べる必要はないけど、ミッドナイトスワンはジャニーズにいたらできない仕事だったかなとは思いますね。引き受けたとしてもあのシーンはNG とかたくさんあってもっと薄っぺらい描写になってたかも。ジャニーズ辞めたからこそ演技の幅もさらに広がりますね。バラエティなどいろんなことやりますが、とにかく草なぎ剛は役者としてさらに突き詰めてほしい。とにかくミッドナイトスワンは素晴らしいから、どんどん海外にも持っていってほしいですね。最近は地上波にも出るようになってきましたね。皆さん今も活躍されていますが、ジャニーズ事務所を退所しても地道に頑張っていれば需要のある方々なので、これからもいろいろなお仕事をして活躍してほしいです。応援しています。事務所を辞めたことで大変なこともあっただろうけど、以前よりも個性的で吹っ切れた感じがかえって新鮮に感じます。これからが楽しみです。応援してます。本来ならミッドナイトスワンを本から見て映画なのでしょうが、映画を先に拝見して作品に感激して本屋に行きましたが、なかなか売れてて小さい本屋では在庫なく、大きい本屋でやっと2冊あって買いました。でもやはりまだジャニーズ事務所の圧があるのか、嵐の二宮の映画の本は積み上げて目立つところにあるけど、ミッドナイトスワンはほんの少しで、やはりまだまだなのかと思う。頑張って3人さん。飯島さんって本当にすごい。もう日本はグローバル展開するしかない。これを取り立てたジャニーさんもすごい。捨てたジャニーズ事務所の見る目のなさやばい。当然でしょ。古臭い体質に古臭いゴリ押し商法やもみ消し、
そんなやり方が、この時代に通用するわけないよ。新しい地図の快進撃は、見ていて痛快。マネッコ J さんは、またマネッコするんだろうな。でも納得いく感じではないみたいね。BTS みたいなグループを作りたいんだろうけど、うまくいかず、人材流出の対処で精一杯みたいだし、経営者も美しい心がないと、タレントも客も結局逃げ出せよ。良い流れじゃないですか、かっこ、笑い。今やテレビ離れも進み、ネット動画や SNS が、かなりの割合を占めてる時代。未だ、誰に、何に対しての忖度か。彼らに需要がないから起用しない。という曲もある。確かに、普通にドラマに出ては欲しいけど、こんな風に、映画がグローバルに配信できるわけだし、舞台もある。忖度云々言われてる中、NHK は、彼らを起用してるし、テレ東も、シンゴのドラマを放送する。別に、そこ、テレビしかしがみつくと来ない彼らじゃないし、このまま突っ走っていいんじゃない？てか、あの悪夢のような解散劇からここまで来たのは、やっぱり、彼らの、地道な、活動や一方、開放感ある活動が実を結び出した結果だと思うから、これからもテレビにとらわれず、どんどん活躍してほしい。まさしく、新しい地図は、世界に向かっていくように思う。ミッドナイトスワン、素晴らしい映画です。おそらく生きてきて、初めて感動が止まらない、何度でも見に行きたくなる作品。ぜひ、世界に向けて発信していくべき作品でもあると思う。大阪であるが、今朝映画館に行ったが、満席で、チケットが買えなかった。3週目であるが、確実に、1週目、2週目より、見る人が増えてきている。せっかく、見ようと思っても、満席などで見ることができないのは、残念。東宝さんには、館や回数を増やしたり、席数の多いスクリーンを望む。ずっと、上映が続き、たくさんの人に見ていただきたい。以前、シンゴくんたちは、星ドラの外部プロデューサーを務めてたことがあるが、この約4年間は、まさに冒険のような日々だった。巨大なジャニーズ帝国を飛び出した3人の手にあるのは、まだ何も記されてない新しい地図だけ。ドラクエ世界のように、邪悪なモンスターこそいないが、全事務所からの圧力やテレビ局の忖度はあった。3人は、それらと戦いながら、謙虚な姿勢で、様々な場所に出向き、新しいクエスト、仕事に取り組んできた。そして、本拠地の72では、初心に帰って、生歌とダンスでファンを魅力し、信仰のある心強いブレーンたちと絆を深め合ってきた。ドラクエ世界には、仲間と一時期に別れたり、また、合流したりできる酒場がある。俺は、そこで、中井くんや木村くんと離れたのだと思ってる。まだまだ、シンゴくんたちの冒険の旅は続くが、その酒場にまた、いつか、中井くんや木村くんが顔を出してくれると信じてるよ。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。